お疲れ様です久しぶりにロシアウクライナ情報ですけども大きく戦局が動いてきましたロシアがですねヘルソンからの撤退を始めたということなんですよで記事にはこういう風に出てますねロシアのショイグ国防省は9日ロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ南部へヘルソン州のドニエプル川西岸からの軍の撤退を命じたということですねまあ事実上これはあのウクライナが奪還ということですよね もう一方的に侵略されて、奪われちゃった土地を奪還して、軍を追い払ったってことになります。ですから、撤退を指示というよりも、どちらかというと、もう不当に、えー、制圧した、占領した軍隊が、正当な権力を持って押し返された、追い出されたということになると思います。タス通信っていうのは、まあ、ロシアのね、インチキ通信社なんですけども、ショイグ氏は9日、軍事進行を指揮するスロビキン司令官に対して、 軍撤退に着手し、兵員や武器などを安全に川の向こうに移動させるよう全ての措置を講じるように命じたということなんですけども、まあ、ロシアの軍隊への扱い方とか、支払ってない給料とか、それからね、お亡くなりになったりとか、怪我をされた方への保障っていうのはほとんどないですからね、ひどいもんですよ。それでいて強制的に前線に行かせるわけですから、まあ、こういうふうな使い方をしたらね、もう裸足で逃げ出すみたいな感覚にもなると思います。 やっぱりこう、戦闘って、あの、自分のやってることの正当性がね、ちゃんとこう、兵員の末端にまで行き届いてることと、ある程度の情報操作ですよね。それによって、軍隊を、あの、モチベーションを上げる、つまり洗脳しなければ動かないんですよ。でも今回のね、ロシアの侵略ってのは、 兵隊自身も自分がね、どんな悪いことをしてるのかってことを認識したまんま、上官の命令で仕方なくやってること。で、その上官も、そのさらに上官に命令されて、自分の出世とか、ノルマのためにやってますからね、これはモチベーションわからないですよ。で、ノルマを達成したからといって、報酬があるかどうかもわからないし、そもそも、この後ね、もう3年後5年後、ロシアって国があるのかなって。ロシアは解体されて、いくつかの自治中に分けられてね、 それからあ、もう本当にロシア自体がね、なくなっちゃう恐れもありますからね。もう経済の崩壊とか政治体制の崩壊とか、あもうなんかロシアの国民同士の分断が始まってますから。どちらかというと、ロシアの首脳部の作戦命令のまずさとかね、うん、自分たちの利権を守るために、もう国民をないがしろにしている姿勢とか、これどちらかというと、あの、ウクライナを攻めるよりも内戦にエネルギーを向く可能性がありますよね。 使い捨てにされた兵士たちの怒りと、その家族の怒りが、数少ない首脳部の権力に守られた人たちへの牙となってね。で、そういった一部の悪徳な、その首脳部を守るべき側近たちももうバカバカしくてやってらんないっていうことになってます。かねなってるのかもしれませんね。<laughs> ここはちょっと言い過ぎましたね。うん。私の願望も入ってますけども。まあ、ロシアがこれから存続するのかどうなのか。 あのソビエトっていう国すらなくなったわけですからその縮小版のロシアがなくなるのはそんなに難しいことじゃないかなと特にここまでね世界から大きな攻撃を受けてでロシアが存続しても誰一人いいことがないですからねロシアの国民の皆さんもちょっと考えた方がいいなというところはありますまあ十分考えてられると思いますけどもはいということで大きく選挙区が傾きましたんでもうロシアの再構築はこれで望めなくなったっていうこと瓦解ということですよね うん、まあミッドウェイ海戦で敗れた日本旧海軍みたいなもんですよ。えー、以上でございます。